コンビニのメニュー当てるまで終わりません。おー、こんにちは、えっちゃんです。こんにちは、ひーちゃんです。久しぶりの大食い企画といいますか、なんていうんですか、まあ、ザ企画って感じなんだけど、これキョンクマがやってた企画でね、はいはいはい、今回はセブンイレブンのコンビニメニューをいろいろ用意したんで、これをですね、この用意したくじ引き、ね、かわいいピチューの紙袋の中にくじが入ってるんで、それをランダムに引いて、はい、見ないようにして貼ってもらって、うんうん、でそれをですね、いろいろ食べていっていく中で当てたら終われるという。なるほど。終われなかったらもう全メニュー食べ終わるまで大食い企画が続く可能性もあるけど、うん、一応先に当てたら勝ちっていうスタイルで、どっちかが当てたら一応終われます、うん、はい、じゃあ早速やってみましょう。いきましょう。はい、じゃあ私からくじ引こうかな、うん、じゃあ目をつぶってくじ引くんで、そしたらこれをペタって貼ってください。了解しました。何が出るかな。はい、ではではこれでお願いします。はい、じゃあ私目つぶってくんで、ペタッて貼ってください。はーい、はーい、視聴者さんはこんな感じです。はい、貼れました。はい、貼られているはず。ではじゃあ次ひーちゃんですね。はい、はい、じゃあひーちゃん目つぶって引いてください。何になってるんだろう。じゃあひーちゃんの選んだの、はい、こちらです。うわ、やば。え、はい、貼れました。わ、はい、かんないですけど、じゃあ早速ね、はい、始めていきましょう。じゃあ1試合目、はい、どれにするか。私今喉乾いてるから、お、飲み込んでく。これで当たったら楽ちんすぎるけど、カフェラテ。カフェラテ。お腹空いてるから食べ物にします。ああ、いいね。おにぎり食べようかな。ああ、おにぎりも2種類ありますね。鮭とツナ。ツナ。あー、悩むな。じゃあ鮭いきます。鮭、はい、でこれもし当たってたら、うん、これ飲み終わったり食べ終わったら教えてね。そうだね、クリアですみたいな。食べきったらクリアなんで、うん、じゃあこちらいただきます。いただきます。なんか逆にこのカフェラテ1本で終わったら超辛いけど、お腹空いちゃうよ。逆に食べれない。うん、でもひーちゃんあんまり反応してなかったから全然あり得る。どうだろうな。カフェラテ美味しい。美味しい。うん、いただきます。うん、鮭おにぎり。鮭おにぎりということは、うん、これは鮭ではないということが分かったね。お、私がここに貼ってあったら自分のがこれになることは絶対ないんで。お、そうだね、消去法で。逆に言えばひーちゃんこれじゃないってことだ。ああ、飲み切りました。おい、やばい、お腹チャポチャポになるこれ。ラスト。はい、ラスト。はい、うん、じゃあ1個目、ごちそうさまです。じゃあ、うん、結果1試合目、ひーちゃん、はい、なんと外れ。マジ外れです。マジ全然外れです。いや、私は、じゃあ、えっちゃん、はい、一発目は、はい、なんと外れです。それちょっと感じた、同じ流れ作ってくれってことは外れかなって。そんな一発目で当たるわけないよね。そうだよね、確かにね。どうしよっかな。こういうのや、こういうのなのかな。わかんない、もうこれ運ゲーだもんな。これいきます、私2曲目。つまりこれではないということです。そうよね、ヒント与えちゃったな。汁物取られた。じゃあ今、うん、しょっぱいの食べたから、うん、ちょっと甘い、甘くはないけど、うん、クリーミーな牛乳でいこうかな。ほーん、牛乳いくんだ。ほーん、お、あれ、じゃあ昆布とか。へえ、どういうこと。すごい寄せられたし。ちょっと3分待てって書いてあるわ。3分待たされます。いけるでしょう。いける。めっちゃ美味しそう。いい匂いする。私これ初めて食べる、うん、なんかそういうカップヌードルあったけどね、春雨バージョンもあるよ ね。春雨。しかもなんでこれ 1.5 倍買っちゃったかな。私多いじゃん。じゃいただきます。いただきます。春雨 1.5 倍多いのよ。うん、うまっ。うん、普通に美味しい。うん、
あ、なんやかんや言ってる間に、うん、完食。早い。ちょっと待ってね。麺 1.5 倍に追われてる。やばい、これ次いけるかな。お待たせしました。完食しました。うん、ちゃんと食べてもう一個。うん、これでお願いだから終わってくれ。はい、じゃあ今回は私から発表しましょうかね。はい、こちらの春雨スープ、はい、えっちゃんはハズレです。ハズレかよ。本当にお腹いっぱいだよ。 1.5 倍。はい、まだまだ終われませんよ。あ、もしかしたら私が、そう、ちなみにひーちゃんが当てちゃってる、当てたら終われるんで、うん、ね、なんとなんとハズレです。なんだよ、続きます。でもね、後に行けば行くほど絶対重いもの辛くなると思うんだよね、私。そうなんだよね。だからまあこれが多分ね、私の中では結構量は一番多いと思うんですよ。そうだね。麺からの麺。確かに。けどこれいきます、私は。もう麺今しか多分食べれない気がする、これ。すごいね、追い込んでいくよ。なんだろうな、でもしょっぱいの食べててこんだけ当たんないってことは、うん、甘いのだと思うんだよ。安易な考えをしている。いいのそれで。うん、うん、いいの。だって絶対甘いのでしょ。何を本家に言ってるんだ。じゃあ私はおそば。私はプリン。うん、美味しいですか。美味しい、うん、美味しいは美味しいよ、うん、ごちそうさまです。ねえ、もう待って、食べ終われるかな私。はい、ということで食べ終わりました。イエーイ、頑張った。もうあと私もプリンとか水分でいくしかないよ、これで無理だった。じゃあ最初に、さっき私が発表してもらったから私も発表してもらおうかな、うん、はい、ひーちゃんそちら、はい、ハズレです。なんで当ててくれないの。ハズレだった。あー、もう無理かも。いや、いける。ドリンクぐらいならもうあといけるけど、当てたい。じゃあいっちゃんはお蕎麦を食べましたね。はい、えっちゃんのお蕎麦は当たりです。マジ？じゃーん、よくやった私。素晴らしい。あー、もう無理。すごい。ということでこの勝負、えっちゃんの勝ち。素晴らしい。よかった。私の音だったんです。おでんです。わ、おでんか。はい、ということで今回の勝負、はい、えっちゃんの勝ち。こちらの動画が面白かったら高評価とコメントよろしくお願いします。お願いします。そして、チャンネル登録の方ですね、住んでる方は通知をオンにしていただいたり、うん、LINE 公式とかもねよく更新してますんで、そちらもチェックしてください。お願いします。ではみんな、またね。バイバーイ。